いきなりやな。あ、こんにちは。皆さんこんにちは。はじめましての方はじめまして。おはようからこんばんは。どうも、コネズミじゃよ。ということで、ニオのコネズミです。本日はですね、この八番出口。最近発売されたばっかりのね。何なんでしょうね。ホラーゲームなのか、何なのか。もうこちらやっていこうかな。思っております。全く何のゲームか分かっていません。まあなんか、出口の8番を、ん?で、8番出口を目指せばいいっていうことだけは知ってる。別にこういうとこに行けたりとかいうわけでもなく、これ押したいよね。一旦押しとく?押せないよね。ジャンプもできるわけじゃない。新しいスペースが走るなんや。左側通行。走るとかいう要素あるんや。あれ ?8 番だと0番になってる。なんだろう。おっと?まあ8番までの道が遠いっていうだけやね。あ、お疲れ様でーす。ちょっと走ってみるか。もう、若干奥、暗くなった。そんなことない。防犯カメラ作動中。こういうの若干怖いよね。まあ多分、全然こうやって、ぐるぐる回ってても、ワンチャン同じとこにしか行けないんだよな。南部公園。水瀬じゅん、ニョー、え?ジュニオーハイスクール。ジュニアハイスクールか。ワンナイン。ん?これ大事じゃね?異変を見逃さないこと。異変を見つけたらすぐに引き返すこと。異変が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。あ、じゃあこれが重要っていうか、このゲームの本質?異変を見逃さない。これ0番なんだよね。これ若干の異変じゃない。異変があったら引き返せばいいって。ね。書いてあったからな。あ、でも引き返したところで、来る場所は一緒なんやな。地下広場。なるほど。で、わかんない。ちょっと音大きめでやってるから、正面来て。やべえ。ちょっと怖いしね。お、おじさんいるよ。おじさん。おじさんどうしました?おじさんもあれ?もしかしたら。ん?ん?おじさんもあれの類?ループされてる類の人間?まあでも異変がなかったら、引き返さない方がいいって書いてあったからな。ん?ここ、三つあったっけ?ん?ちょっと進んでみるか。おじさんいなくなってんね。こういうタイルのさ、壁とかってさ、結構、あ、おじさん来た。ああ、これ三つなんや。記憶力ゲームみたいになってんね。些細なことでも、戻った方がいいんだろうな。なんかこの前やった怖い話でさ、これ生放送で話そうと思ったら、なんかすげえみんなに邪魔されて、あれやってんけど。これ1になってる。これ異変です。これ異変ですよ。帰りましょう。友達のバイトをね、依頼されてバイトをやったんだけど、水道メーターのね、検診っていうのをやってたんだけど、それのね、やってる最中に、俺が歩いた後にね、3歩4歩ぐらいね、足音がね、後ろから迫ってくるような感じがあってね、超怖かったよね。おっさんにびっくりした、ちょっと今。
で撮りまーす。それがね、一回じゃなくてね、それ各回、進んでいくごとにね、なんか、聞こえてきてんでね、なんかすごい怖かった。自分の音かなって思ってたんやけど、もうそんなこともなくね。あれはマジで、今年一の恐怖。まあ、これになったからちょっと一旦引き返してみるか。ウイさん出てくる。ウイス。ウイさんこんにちはして、ここが1になってるんだよね。で、モトリング。これ、ウイさんまだいるやん。だよほー。で、こっちにおじさんいたら、いない。戻る。おじさんやっほー。戻る。なんかさ、ちょっと雰囲気だけでさ、今鳥肌がすごいんだよね。何が起こるか全然わかんないから、鳥肌がすごい今のところ。あれ、でも、元に戻っちゃったのかな。これは、なんだなんだ？お、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 なんだなんだ？なんだなんだ？ちょちょちょ、まずいまずいまずい。まずいまずいまずい。なに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 ？どうしようどうしようどうしよう。どうしようどうしよう。あれ？うわ、なんだなんだ。怖っ。帰ったのに、これ引き返した方がいいんだろう。帰ったのに、あれ2になってる。怖っ。2になったから、今ので引き返した方がいいのかな。いや、ちょっと帰ってみるか。まさ、こんにちは。2になったから、あれ、0になっちゃった。じゃあ間違ったのかな。2の状態のところで帰らなきゃいけないのかな。多分。また0になっちゃった。おー。ういーい、おさ、うさ、うさ。なになに、なになに、怖い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 。危ねえ。おいさんの早歩きとともに、こわ。怖いよ、おいさん。変なもんに脅威されないで。焦った。こういうさ、雰囲気じわじわ系ホラーってマジで怖いんだよね。まあ、ここで、これをちゃんと見ることによって帰りましょう。2になった異変をね。これまた、うわぁ、逆？じゃ違うよな。別に、ここは変じゃないか。どういう変化なんやろな。俺絶対気づけてないけどな。いや、おっさん怖かった。おじさん立ち止まってる。脅威系じゃないよね、おじさん。で、こうやって前に進んでみる。でも2になってたな。おじさん来ない。どこでループ判定なんだろう。やっぱ0になっちゃってる。早歩きじゃないね。もうマジで怖かった。なんか、ああいうさ、シンプル異変みたいなのがマジで怖い。一旦進んでってみるか。
まあ、ゼロになっちゃってるもんな。これ振り出しってことだよね。流行るキャベツさん来るんじゃない？来ないね。波が来るわけでもなく、早歩きおじさんがいるわけでもなく、どっかに異変あったんかな。あ、1になった。リセットやろな、これ。早歩き？歩き？違う。雨？雨じゃない。なんだろう。もう、壁紙とか違うよっていう時のあれ？そんな難しいことある？あ、2になった。何もやってないのに。え？階段だ。この異変は帰った方がいい気がするんだけどな。これ行ったらやばい気がする。これゼロ番出口なんでしょう。え、一旦出てみる。一旦出てみようよ。まあ8じゃないからな。ゼロ番だからな。何が起こるやろうか。ああ、ただ返されるだけ。なるほどね。ああ、8から出ないとこういうまたループに戻されちゃうんだ。おじさんは早歩きじゃない。ここからも何も漏れてないし、部屋は3個。いや、早歩きが一番怖かったなこのゲーム。あれ、捕まるとかあるんかな。あれ、え、俺なんか見逃した？マジか。うわ、覚えるゲーだな、多分。なんか、注意深くもっと見といた方がいいんやろな。点線？これ、なんて言うんだろう。この線がちょっと違うよ、とか。まあ、1は、いけてる。早歩きじゃないし、ここに壁ある。これも並び一緒。部屋のあれも一緒。うっ、怖い。おじさんが一番怖い。おじさんの表現が一番怖い。あ、進んだ進んだ。おじさんの表現が一番怖い。なんか鳥肌すごいんだもん。この並びは一緒でしょ。やっぱこうやってね、一人実況っていうのもね、グループやってるとあんまなくて、すごい久しぶりで緊張するわ。あ、3に進んだ。なるほどね。わかったわかった。そういうことか。え？何？え？何よ。こんにちは。帰りますね。なんか、うっ！びっくりした。あ、目やっちゃダメなのか。はぁ、あ、はぁはぁ、そういうことね。じゃあ、なんだっけ。小走りのおじさんに当たっても戻されちゃうんだろうな。しっかり見てこうね。お前見てんな。これも異変か。なるほどね。全然俺に興味なかった、あのおじさんが俺に興味を持ったことっていう異変ね。なるほどね。で、なんか、目をつけられちゃいけないんだろうな。お前見てる？見てない。3になった。双子いるかな。
双子がいた瞬間に俺は帰ります。うん、なんかあるな。いや、あれも異変だろう。ちょっと帰るか。見に行きたい感じはあるけど。ああ、やっぱりな。オッケーオッケーオッケー。4ね。これで8にしていくんだ。なるほどね。ここの異変を探しましょう。壁紙大丈夫。部屋も大丈夫。おじさんは俺のことを見ていない。普通に行っても大丈夫そうだけどな。これでどうだ？どうなんだ？5になってる。いいね。おじさん。おじさん、かわいいね。何持ってんの？スマホ持ってんじゃん。いいな、そのスマホ。なんか俺もさ、おソロでさ、スマホ持ってんだけどさ。あれじゃない？あれじゃない？赤外線通知しない、おじさん。ねえ。おじさん。ガンダエポヨピーナッツなんですけど。はい、ふざけるからだね。はいはい。怖ー。まずでもこういう系は大丈夫だ。おじさんがこっち側に行っちゃうともうループ判定なのかもね。階段だ。帰るか。あれは0番の多分階段だろうね。2番。おじさんも来るし。まあ、おじさんナンパしてるとなんかループ切れちゃっぽいし。あ、まずい。あ、まずい。あ、まずい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 。帰ります。怖いよ。なんか見たことない現象が結構あるな。まだまだありそうやな。一回見たものはあんま来ないな。おじさん、やっほー。いつかあのおじさんに絶対連絡先聞くんだ、俺は。は？うわ、見逃してる。見逃してる。さあ、次の異変。壁も一緒。うわ、それ怖。怖いよ。地下鉄乗れなくなっちゃうよ、みんな。マジで。夜の地下鉄のこういうホームなところ行けんくなっちゃうよ。おじさん、俺見てないし、スマホ持ってる。ありました。ありました？マジかよ。全然進まないけど。特に異変見当たらんけどな。しっかり見てくか。ダン。今のもあったん。今のもあったん。色味大丈夫でしょ？おじさんも俺見てないし、スマホ持ってる。地下広場も一緒でしょ？はいはいはい。今のが基準ね、一旦。音とかも関係してんのかな？大丈夫でしょ？おじさんもスマホ持ってる。地下広場。オッケー。なんだろう。後ろ振り向いちゃダメ？もしかして。戻るとき以外。あ、部屋が一個ない。やっぱあるんだ。そういうことか。部屋が一個なかった。いや、あるでしょ。じゃあ異変がない限りは後ろ振り向かない方がいいんだ。多分。
おじさんのスマホあるか。あるね。オッケー。はいはいはい。ただそういうことだ。異変があると、なんかおじさんでかくね？おじさんでかいね。身長伸びた。オッケー、帰るわ。帰るわ、俺。俺の知ってるおじさんじゃない、あれ。もうサイズ感、サイズ感。異変を探します。おじさん、俺のこと見てないでしょ？オッケー、オッケー。あったんや。あったんや。マジか。結構知らない、あれだな。異変がまだまだあるな。開いとんな。やります。なかなか8番までいけない。最大で5までやね。ここの出口のあれも変わってんのかな？さ、俺のこと見てないよね。見てない。いや、あったんだ。あったんだ。もっとしっかり見るか。くまなく見てこう。換気扇大丈夫でしょ？おじさんもスマホ持ってた。下も上もしっかり見よう。監視カメラある。禁煙の文字も一緒。出口でしょ？あるある。ここに監視カメラあったっけ？スマホ持ってる。うん。間違い探しゲームだと思え。監視カメラあるでしょ？禁煙も一緒。一番出口。左側も一緒。あるね、あるね。おじさんもスマホ持ってる。うわ、あったん。むずい、むずい。普通にむずい。今のも違うんだ。なんだろうな。見つけられてない。うわ、左側が全部一緒になってる。これはこれで怖い。仕返ろう。こういうね、わかりやすいやつ欲しい。もうちょっと。俺を、うっ、くっそ。入ります。怖かった。音が消えない。大丈夫、大丈夫。おじさん、俺を見てない。普通に行って大丈夫だと思うんだけどな。いやー、ダメなんだ。ん？何が違うんだ？俺何を見ようとしてるんだ、ずっと。多分同じことなんだよな。ああ。これは初めて見た。あったんかな、さっきも。これは帰ります。出口一緒でしょ？字が違うとか言われたら無理よ、そんな。おじさんも大丈夫だしさ。この上も大丈夫なんだよな。すんだよね。だから別に後ろ向いたって別に変じゃないんだよな。文字が逆さとかある？大丈夫か。ああ、進んだ。
こっからやね。わかりやすいやつじゃないんだよな、多分もう。反対文字になってるわけじゃないっしょ？おじさんも俺のこと見てない。鹿ひろは。怖い。もうびっくりした。8番出口。もう普通に怖い。ビビらしがすごい、ビビらしが。おじさんもスマホ持ってるでしょ？地下広場合ってる。行って大丈夫。行っちゃダメだったっぽい。もう。なんだ？何を見逃してんだろう、ずっと。おじさんになんかある異変。おじさん、靴が違うよ。とかどう？いや、一緒かい。いや、わかるかな俺。俺、わかるかな地下広場でしょ？俺は何も問題ないと思うんだよね。そうそうそう。で、おじさんをよく見よう。禁煙の文字大丈夫でしょう。タイルの数もこんな感じだったし。分電室も。さあよく見よう。まあ見たところでないよな。今の違うらしいわ。今の違うらしいわ。ああ、帰ります。の違うんや。異変が、ああ、こういうのね。こういうの欲しい。こういうの欲しい。ほんまに。もう、わかりやすいの欲しい。ほんまに。これ大丈夫でしょ？大丈夫。配置変わってない。つく、扉も3つ。おじさんの異変はなさそうだけどな。地下広場でしょ？防犯カメラ作動中。防犯カメラ1大丈夫。あれ違う。オッケーオッケー。進んだ進んだ。禁煙大丈夫でしょ？左側の配置大丈夫。扉3つある。監視カメラ1大丈夫でしょ？おじさんの格好は大丈夫そうやね。はい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 。よし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 。徐々に徐々に。おっさんの服装も大丈夫でしょ？地下広場。字も逆じゃない。え、これ進んで大丈夫じゃない？違うんだ。ちょっともうちょっとしっかり見よう。上6の禁煙の左の配置これ。汽船みたいなやつもそうだし、おじさんの、おじさんの格好がさ、おじさん何個目？ 1、2、3、4、5、6個目ね。歩いてんの6個目ね。OK。見てる人は分かってんのかな？今これ違ったじゃんっていうやつが。運転室でしょ？地下広場でしょ？もし一つ取っても変わってたら異変なんだろうな。いや別に振り返ったところで大丈夫なんやな。1、2、3、4、5、6合ってる。禁煙も合ってるし、4つ目だし、おじさん6個目歩いてるし、左も。大丈夫。分電も大丈夫。地下広場。事業員専用、清掃員専用。
合ってるよな。合ってない合ってないの。お前逆じゃね？出口と鉢これじゃね？これだそれだ。なるほどね。あれ違うの違うの、これは一緒なんかな。もう一回戻ってみる。うわ間違えた。どう思うおじさんどう思うよ、どうよ、どっちかに避けろお前は。もう何もない時間が長ければ長いほど恐怖がでかいんやから、もう勘弁して。ハンドは違う、もうわからん、違いが違いがわからん、違いがわかりません。ん？あ、これだこれだこれだ。下も見ろってことか。盲点でした、それは。下大丈夫だし、上も大丈夫でしょ？ん？お前怖いなぁ。そういうことか。ちょっとマジで些細なことかも。ガチで些細なこと変わってるわ。これ言って大丈夫でしょ。ダメなんだ。なんでしょうね、今のは。あ、やっぱりこれだったか。なんか若干違和感あったような。引き返せ、引き返せ。オッケー、引き返すわ。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。ちゃんと、教えてくれてたわ。それ見てないでしょ。動いてる。俺や。なんで動いてんねん。ハリーポッターけ。ほんまに。笑ってない？おいさ、笑ってんねん。その心。その頃笑ってんねん、おい。楽しかったやろな。俺が失敗する様が。この色はあれやったやな。これ俺にわかるかな。お前すごスライド式や。これ見逃してたとかあるんかな、俺今まで。ついてたっけ。ついてない気がするわ。戻ります。合ってますよね。そうだよね、あれついてなかったもん。それが分かればマジででかい。おじさんちょっと早歩きじゃない？さっき。そういうこと？もしかして。昔ついてるけど、これずっとついてたっていう話する？じゃあ。ついてたっぽい。奇跡突破してる。奇跡突破は一番いかんのよ。下も大丈夫。禁煙。分担。ここまで来ると怖いな。むずいし。いや、行って大丈夫だと思うんだよな。来た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 ぜ来たぜ。7
戦えたおっさん。俺とお前のこの無限ループがこれによってバイバイ。お前笑ってる？笑ってないな。これにてバイバイだぜ。目も大丈夫だし、監視カメラあれだし、オッケーだ。勝ちだぜ。俺は何を見落としてるんでしょう。帰りまーす。おチン、はい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 。あ、もう最後ぐらい簡単にしてくれ。頼むわ。最後ぐらいな。こいつら。もう、むずい。引き返せ。引き返せ。書いてあって。おじさん笑っててほしい。究極の選択。ああ、もう簡単だった。ありがとう。ありがとう。マジで。おじさんやっと出れるよ、俺ら。もう待ち番出口や。やっと出れる。え？待って。最終関門ってこと？扉ない。簡単でしてくれてる。ありがとう。ありがとう。で、フチや。え？待ってよ。出口だよな。いや、だって。おいさん、8番。8番になったよ。おじさん笑ってんね。その時のおじさん楽しそうなんだよね。こう、あーってなった時のおじさんね。いやー、ごめんなさいね。つって当たっちゃって。当たっちゃってごめんなさいねって言ってる時のおじさんね。バイバイ、おじさん。じゃあね、おじさん。もう行くわ。なんやねん。さあ、ということでね、ちょっと休憩して結構な時間やってたんやけど一切わからんということで、一旦休憩してからやっていこうかなって思って、ゼロからのスタートなんですけども、バグ、顔バグってる。まあでもね、ある程度分かった気はするんよね。監視カメラの電気ついてるとかもあったから、それもしっかり見ていかないといけん。大丈夫だと思う。おー、よしよしよし。で、こっからも優しくしてほしいんですけど、ビビたるやつやってマジできついんよね。これ大丈夫なんちゃうかな。上とかも大丈夫。よし、行こう。レッツゴー、レッツゴー。あれ？あれ？誰もいないんだよね。でかくなってね。あー、でかくなってる。初めて見つけた現象。はーい、勝ち。勝ち、勝ち、勝ち、これは。これは勝ち確。ありがとな。立ち止まって見るもんやな。うわ、なんだこれ。これ真面目で見た。やったぜ、やったぜ。やったぜ、やったぜ。
やったぜ、やったぜ、やったぜ。そういうのもあるんやな。天井も見なかんな。床潰れてないし、ポスターでかくなってないし。さ、笑ってる？笑ってないか。俺的には笑ってほしいねんけどな。これ大丈夫じゃない？見切る切る切る。いや、あったんや。あったんやね。うい。まずい。まずい。バック走法で走ってくるのもある。ああ、怖い。ああ、怖い、ほんまに。大きくなってないし。おじさんの表情。大丈夫ね。ポスターついてこないね。俺はいける。はい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 。いや、順調。ロックでしょ？はーい、帰ります、双子。あの双子見るだけ鳥肌がすごいねんな、毎回。7まで来たよ。ポスター大きくなってないっしょ？引き返せになってない。笑ってる？笑ってよ。これ一定大丈夫じゃないか？待って、上見てない。上見てないけど、まあまあまあ。いた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 。よし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 。スタートダッシュな。ここまでがスタートダッシュな。こっからやねんな。こっからないよ。マジで。わかんねえんだよ。踏み台ないよな。これで何回かクリアしなきゃいけないんだろうな。シミみたいのないし。ここもついてないしな。OK。あ、来たんじゃない？来たんじゃないの？眩しいっす。出た、出れた。面白すぎる。さあ、ということで、どうでしたか？多分俺は1時間半ぐらいやってたかな。ちょっとあまりにもわからないとこ多すぎた。すべての異変が見つかりました。この度は、地下通路をご利用いただき誠にありがとうございました。わあ、ありがてえ。完全クリアってこと？わーい、わーい、わーい、わーい。おじさんがさ、立ち止まってたのは何なんだろう。出ててみるか。ついてたことなかったなぁと思って、おじさん。ここで頭悩ませる？携帯いじる？あ、ここで携帯いじるんだ。何見てんの？ちょっと見してもらっていい？帽子かぶせたらマリオだね、おじさんね。ああ、いい M 字ハゲやね。さあ、ということで、8番出口、見事クリアということで。まあ、もしかしたらまだ分岐とかね、なんかあるかもしれないんで、よろしければ。皆さんもね、やってみていただけるといいかなと思います。ということで、8番出口でした。ありがとうございました。うわ、怖かった。